売国は、真山まひとしの社会派長編小説である。文芸春秋の、週刊、文春に2013年5月2.9日号から2014年8月7日号まで、連載され、大幅に削った上で、さらに過筆、修正された後、作家生活10周年記念の第一弾として2014年10月30日に、文芸春秋から刊行された。 2016年9月2日には文春文庫版が発刊された。2016年10月5日にテレビ東京系でテレビドラマ化された。東京地検の検事、富永真一は幼児誘拐事件の裁判員裁判での功績が認められて東京地検特捜部に異動の事例を受ける。そんな頃、大学の同窓会で幼馴染みのサモンと会い、 東京での再会の約束をするが、サモンはそのまま失踪する。東京地検特捜部に登庁した新一は、政界や官僚の不祥事を立件する特殊自活議班に配属され、今年度中に国会議員を一人逮捕しろと言われ驚愕する。翌日から大物政治家の闇現金疑惑に関する脱税の裏金リストだと疑われる手帳の解読を担当することになる。 手帳の持ち主の妻、本郷時子を上取するが、亡き祖母によく似た、強情な性格に手こずり、実家の父の助けを借りることにする。巨悪は眠らせない、特捜検事の逆襲のタイトルで、2016年10月5日21時から23時8分に、テレビ東京系で放送された。主演は、玉木博士。テレビ東京の本社が六本木に移転を記念した、プロジェクト、 六本木三丁名店プロジェクトの特別企画ドラマスペシャルとして制作された。2017年10月4日に続編となる巨悪は眠らせない特捜検事の標的が放送された。巨悪は眠らせない特捜検事の逆襲に関するカテゴリー。ありがとうございます。